ハント型総海底構造とすることで非持性化すると、共に2周波数に対応した新型のアズディック193型機雷探知機を搭載することで、初めて実用的な機雷相当能力を備えたものであり、本級で開発された手法は、ドイツ海軍や海上自衛隊などにも輸出された。しかし同級においては、機雷相当は水中処分員に依存しており、リスクが高かったほか、 アルコツ目比では非磁性化も不徹底であることが指摘されていた。このことから、その代替を検討する時期においては、新しい非磁性素材と、嫌い相当手段の刷新が求められた。まず新しい非磁性素材として、繊維強化プラスチックが注目されるようになり、1972年には、世界初の FRP 総改定として、トン型の設計をもとにした相当定として、 ウィルトンを浸水させた。そして、同艇の実績を踏まえて、装備面でも刷新した総会、総統領要艇として開発されたのが本級である。上記の通り、本級の設計の大きな特徴が、建材としてガラス繊維強化プラスチックを採用していることにある。これは、トン型で採用されていた、アルコツ木皮構造よりも肘性化において優れると、もに、英連邦諸国を含む、 熱帯海域での木造艇維持の困難さをも克服するための措置であった。ただし、外反をガラスロービングクロスのみで積層していることから薄く軽量で耐燃焼性には優れる一方、耐衝撃性には問題があるとされている。また、FRP 成形と艇の建造を並行して行うのではなく、肋骨と外反を別々に成形した後にボルト止めで、 固定しているために、高数や重量の増加が生じている。これは、基本的には、木造艇の手法をそのまま FRP に適用したものであり、過渡的な手法といえる。手機としては、トンカタと同系列のネーピアデルティック級から59に、ストローク級機等高速ディーゼルエンジンを装備する。また、電気系統としては、主発電機として、 高段 FD12 マーク73機、総開発電機として、デルティック9から55バイトを搭載する。FRPE 艇は、単板外反の構造上、音が響きやすいことから、これらの機関、発電機は外反から浮かせたラフト上に設置されている。総開艇情報処理装置としては、カイズ DBA-4 が搭載されたが、後に、ノティス -3 に更新された。 機雷探知機としては、ウィルトンと同じくアズビック1 9 3 m 型が搭載された。これは、トン型で採用された革新的な193型の改良型であり、機雷探知用に 100kHz、類別用に 300kHz を使用するなどの主要所言は、概ね同一であるが、回路のソリッドステート化によって信頼性を向上させるとともに軽量化し、またコンピュータ化による、 信号処理やビーム形成能力の向上によって最大探知距離を600ヤードに延伸した。また、耐水上レーダーとしては X バンドの1006型が搭載されている。機雷処分具としてフランス製の PAP-104 マーク3が採用された。フランス海軍が1972年より運用を開始したシルセ旧機雷総統艇において装備化されたものの、 輸出型であり、イギリス海軍においては、RCMDS マーク1として正式化されている。後には中心度対応の PAP-104 マーク5に更新されたが、2006年以降、ワンショット型の自走式機雷処分用弾薬である C-FOX に換装されている。また総海軍としては、オロッペサ型のマーク8係総海軍、マーク11時基総海軍。 TA6 音響総会具が搭載されている。本級は比較的大型の総会、相当量予定であり、また FRPE 帝としては過渡期の設計を採用していたこともあって、建造費は3000万ポンドに高騰してしまった。このため、当初は24席の建造が予定されていたものの、最終的な建造数は13席にとどまった。これを受けて、 本級を補完するため、深々土海域での係り総会能力に特化した、構成艇と総会能力を省いた FRP 製の総統専用艇の組み合わせが計画され、前者はリバー級総会艇として1984年から、後者はサンダウン級機雷総統艇として1989年から、それぞれ配備された。ありがとうございます。